つまりだから干しぶどうみたいになっちゃってる。そう。素人じゃないでしょ、うん、素人です。いや素人じゃないよ。はい、じゃあ本暮さん、今日はお久しぶりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3人でね、夜食の業界事情をお互いに話していきたいなと思うんだけど、はい、はい、そしたらね、まずはマリテンさんもスーちゃんも藤村も結構ね、同じ夜食って言ってもそれぞれさ割と仕事内容が違うから、もう一回あれマリテンさんお仕事じゃあ紹介してもらっていいかな。はい、私はですね、派遣型のお店に勤めておりまして、23区どこでも、まあ、ホテルかご自宅が多いんですけど、派遣をさせていただいてお仕事をしちゃうっていう。うん、すーちゃんが女王様あれです。そうです、攻めの強いお店、一応派遣型の店にはなるんですけど、攻めの強いお店で、うんうん、もうすごいガチの女王様というか、そんな感じではなくてちょっとソフトな攻めみたいな。あ、そうですガチの女王様と多分普通のところの中間みたいな、うん、ガチも頼まれたらできる、ガチも頼まれたらできる、うんうん、なんかあれですよね、叩いたりとか縛ったりとか、うんうん、あれもそんなすごいやつはできないよ。そうだね、ハードなとこだとなんか針で攻めたり水で攻めたり。水はあるかな。え、水あるの。水とローションはある、うん、あとは変わったのだ、まあ、窒息とかも中に入ってくる。すごい。窒息って首絞めみたいなとか、あとは、まあ、ほんと水の中こうブグブグさせたりとか。すごい。思ってたより全然ハードだった。そうなんですよ、案外実は。まあ、でも私何でもできるんで、結構、まあね、いや、もうなんかすーちゃんの見た目からしてさ、もうちょっとなんか可愛く攻めちゃうぞみたいな感じかと思ったらさ、全然首絞めて水に沈められるんだよ。殴る蹴るもやるし、ね、いや全然やるよ、やれるもん、ね、キンキンもキリキリするからね。いや、そう、困ったのが本当、すーちゃんのお客さんがたまにこちらに流れ着いたりもするんですけど、ナミナちゃんは蹴り上げたりできるのかなって言われて、いやできないですで、なんかちょっと力をやっぱ加減しちゃうんで分かんないね。そりゃそうだ。そしたらすごい、もっと本気でとか言って怒られて。だって加減わかんないし、やりすぎたらね、それダメになっちゃうかもしんないじゃん ね。ダメになっちゃうでしょ。いいじゃん、ダメになっても、そういう人は。大丈夫なんだよ、ダメになっても。なるほどね。すーちゃんはプロだから加減がわかってるんでしょ、うん、いや、どうなんですかね。でももうなんかもうキンキンさんがいなくなられてる方っているんですよ、うん、らしいね。え、見たことあります。いや、え、何それ、蹴られすぎてとか潰されすぎて。ちょ、待って新しい世界だ。え、つまりだから干しぶどうみたいになっちゃって。そう。あれだよね、だって体の中に入っちゃうって聞くけど、あれが戻ってこないってこと。どうなってるかわかんないですね。でもなんかもういないんですよ、こうキンキンさんって。いないんですよ。なんていうんですか、ゴルフボールみたいになってるじゃないですか。パーンってなってるね。パーン、あるあるある。え、じゃあ皮だけってこと。もういらっしゃらない。シュワ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 ってなってる。側みたいなのだけが残ってるみたいな。そういう人って大体なんか靴で踏んづけてくれて、もう多分狂ってるんですよね。狂ってるから私のお店に来るんですけど。いや、待って、レベル高いな。それで藤村は普通のお風呂屋さんっていうことで、3人ともね、はい、職種が違うんだけど、なんかね、自分の職種というかお店はこういうところがいいとか、まあこういうところが好きでこの仕事選んでるみたいなのがなんかあれば、じゃあまずは藤村から行こうかな。まああれだよ、藤村もほらいろいろ出張系とかもやってて、やっぱなんとなくお風呂屋さんで落ち着いたのは、やっぱりさ、ほら本業がないっていうのがね、もう。そうですよね。でも結構やっぱお風呂屋さんの子に聞くとそうやって言います、やっぱ。そう、あのやり取りがストレスになるじゃん。まあだったら最初からルール的に OK な方が、まあなんか嫌な思いしないかなみたいな。なるほど。あるある。まあでもさ、それが OK だったら OK だったで、今度はなんかあれ外していいとかつけなくていいみたいな、それはそれでまたそういう、どんどん過剰になってくるんだ。そうか、 S 着とか言いますもんね。そうだから、そういうね、まあ男の人ってね、どこに行っても結局やっちゃダメなことをやりたがる人はいるんだよねっていう。もっともっとってなっちゃう、うん、え、じゃあ結局さ、じゃあS 着じゃないお店って
何をダメ、何をダメって天外とかって誘っちゃったり、確かにそこでお客様は一体何を求めるんだろうね、それ以上、うん、もっとハードになるんじゃん、え首絞めていい、え、そういうこっち、わかんない、そっち、私はですね、うん、プロ感がなく素人感が好かれる現場なの で私もどっちかっていうとあんまりプロ感を出さずに、いやでもマリテンさんさ素人じゃないでしょ、うん、素人です、いやいやいや素人じゃないよ、素人エセ素人で、エセ素人、いやいや素人風なんで、素人風、うん、素人風を出す、ま、その雰囲気大事だよね、うん、大事ですよ、うんうん、あもう売れるのの一番のポイントは素人感だと思ってるんです、あでもそれ大事、擦れた雰囲気ダメだよねやっぱですよね、うんうんうん、なのでなんかこう一番自然体の接客がやりやすいのかなとは思ってはいます、あそこが私的にお気に入りのポイントで、うんうんうん、やっぱりこう特殊プレーもないですし、うん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 、まあ言うてもこう疑似な感じはあるんですけど、うん、普通のこう男女で、うん、なんかその後連れ込まれちゃったみたいな雰囲気を出しやすいんで、うんうん、私的にはストーリーが立てやすいですね、あじゃあそのいかにもお仕事しますって感じじゃなくて、うん、自然にイチャイチャするみたいな感じに近いんだ、そうですね、うん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 、それがやりやすいです私としては、うんうん、で私的にもどっちかというとお仕事感をあんまり出したくない方なので、その方がマッチしてるのかなっていうのはあります、あとは、うん、あの出勤がする場所が遠くない、お迎えがあるっていうのが私的には大事です、うん、なるほど、ね、え、お迎えって何、迎えに来てくれるの出勤の時に、あそうですそうです、え、え、そん、え、なんか藤村が言ってたとか出張系でも一応その事務所に1回出勤するみたいな感じで、うん、いや、でも家まで迎えに来るの、そうですすごいね、家の前に迎えに来て、で、うんうん、事務所に寄らないんですよ、うちの店は、え、どこで待機するの、待機は、あ、待機は事務所か、うん、まあ自宅待機の子もいますし、うん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 、あとちょっとぐらいの時間空いただけであればもう車にずっといるみたいな、なので、うん、で帰りの生産も寄らないんですよ、だからそのまま家で車に乗って、うん、パーってホテル回って、うんうん、でそのまま家に帰ってくるみたいな、あ、じゃあその車自体に他の女の子も乗っけてるって感じなの、そうですね、うんうん、なのでたまに乗り合わせます、でも基本的にはあまり乗り合わせず一人で、うん、え、マリテン専用みたいな、ただドライバーさんが入れ替わったりします途中で、うん、基本的に車ホテル、うん、車ホテル家で終わるの、マリテンさんが売れっ子だからじゃなくて、それそれだって車それですよ藤村さん、一台無理じゃない、それですよ、それですよ、待機がないからね自分では言いづらいけどね、いやでも待機、でも待機ないにしてもさ、一回こう生産とかでお店にも行かなくてもいいし、うんうんうん、外をこうプラプラ歩く必要もないから、まあそうですね、うんうんうん、それ楽ちんです、あ、確かに藤村もさ、箱の方がいい理由って移動がね、うん、めんどくさいもんね、うん、そうなんですよ、なんか徒歩のお店で働いたこともあるんですよ、あ、うんうんうん、あ、要は店舗型、店舗型じゃないな、受付方、そう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 、自分でホテルまで行くんでしょ、そうなんですよ、受付型で、うんうん、こう待機から降りてきてトコ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 ってこう、うんうんうん、ホテルに行ってでまたトコトコトコって帰るみたいなこともあったんですけど、うん、そのお店にいた時はやっぱりこう荷物もどんどん増えていっちゃうし、あそうだよね、大変だよね、結構大変で、やっぱり今のこう車での派遣型っていうのに落ち着いてるっていうのはあります、へえ、でもそのマリテンさん一人でお抱え運転手付きみたいな、まあすごいないや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 私はやっぱり技術不足なんで、うんうん、あの粘膜接触がないですよ、うんうん、手の技というかハプロの技がこれでなんで、うん、まあ口使わないし、うんうん、あの下のフィャンフィャンさんも使わない、わかんないんですよ、うん、だよね、そうだね、女王様って下手したら脱がないもんね、たまに脱がない時あります、ね、ああうんうんうん、なんなら私あの下は脱がないんですよ、そうだよね、うんうん、なんで、まあ、脱がなくていいし、うん、そこのフィジカル面ではすごいいいなって思います、うん、ただ頭は死ぬほど使うんで、わ、うん、かる、そう、うん、やべーね、あれ頭良くないと女王様できないよ、うん、ありがとうございます、うん、いやでもそれはそうだよね、だって言葉攻めとか難しい、ね、言葉攻め
も私できないですもん。言葉攻めがめっちゃ大切。なんならもう全て言葉攻めにかかってんじゃないかっていうぐらい。あとムードの作り方と言葉攻め。でもそこでもあんまり仕事っぽくしすぎちゃうと、なんていうんですかね、やっぱ本指名の帰りが悪くなっちゃうから、そこの中でいかにそう、お客さんと恋人になれるか。いや、難しいのか、なんか求めてくるものが結構違わない？恋人感を求める人ももちろんいるとは思うけど、もっとさ、その恋人がこう結構多岐に、なんかいろんな種類の恋人を求められるし、もしかしたら恋人じゃない場合も多分多いと思うんだよ。本当そうだね。それが難しいなと思って、まあ、確かにその辺のね、そう、相手の要求を汲み取るみたいなのが、素直にね、自分から全部こうしてほしいって言ってくれる人の方がまた楽だよね。あとはまあ、技術職なんで、あの結構プレイヤー歴が、あのなんていうか年齢が上になっても大丈夫なんですね。多分とかと一緒じゃないですかね。そういうとこ、あ、スキルが求められる分、割とそんな若い子重視ってわけでもないってことか。全然年上の方、確かにむしろなんか在籍が長い子の方が売れたりするイメージありますね。そうなんですよ、まあ、確かにさ、男の人もさ、後ろの大事なところをいじられるのにさ素人じゃねえ若くて可愛くても、私3日目なんですけどいいですか？いや、そりゃ上手い人じゃないと心配だよね。そうか、なるほどね。まあ3つともいろいろ違いがあるというか、同じ夜食でも結構お客様も違うし、違うと思います。客層もね、違うと思いますし、そうだよね。